分裂して2つ分裂というか2議席取ろうよと言ってたんだということが言われてますけど、うん、僕は ここに関してはそんな素直に仲良く自民で保守保守でいけたらいいよねっていうところでは選挙区ではなくて、もっとドロドロしたものが実は背景にあってっていうのは、やっぱり溝手さんがどういう議員の方だとベテランだけど、で河合さんご夫妻がどういう人たちのバックアップでここで当選しようとしたなっていうな、その政治的なドロドロがあるんで、奥行きがありますから、奥行きのあるメディアはきちんと報じていないんですが、100人ちょっともらってるんですよ、はい、いろんな関係者が、でそのうち約40人が、市会議員だりとか県会議員であるとか、あるいは首長市長なんですね、で私ね、その40人についてこれ全部調べてみると、はい、そのもらったお金についてですね、いわゆる、選手権収支報告書、ここに記載してないんです、去年の12月末の時点で。じゃあまずいお金だって分かってる。そう。